サルガバンバさんは、岐阜県大野郡白川村の白川号の東側に位置する、飛騨高知最高峰の標高1875メートルの山。前衛峰の木雲山は、1585年11月29日に発生した天正王地震により、山崩れを起こし、小川沿いの山麓にあった菊苗城が一夜で、埋め尽くされ多くの被害が出た。 1998年4月1日に、周辺の阿毛湿原を含む三日は、岐阜県により、阿毛県立自然公園に指定された。日本三百名山及び岐阜百山の一つである。三名の由来は、山頂がなだらかで、広く猿の遊び場にふさわしいためであるとする説がある。阿毛峠周辺に生息する日本猿の大群に、まつわる伝説の舞台になったためであるとする説もある。 豪雪地帯にあるため、春崎山頂には多くの残雪があり春山登山の対象となっている。残雪期の雪上のなだらかな広い山頂からは、北アルプス、御嶽山及び白山などの360度の高展望を得ることができる。白川郷の萩町集落の秋吉寺の横から近年開設された唯一の登山ルートがある。山頂付近の登山道は明確でない。 このため春先の残雪を利用して山スキーやスノーシューで登られることがある。宮谷の上流部には林道があり、その先の宮谷源流部にはわさび田がある。両線に合流した先のピークが電波施設のある紀雲山がある。この下部はブナや竹ハン場などの紅葉樹林帯である。東側に伸びる曲がりくねった両線に沿った尾根の先に平らな山頂があり、 大白びそなどの新葉樹林に覆われている。午前岳から望む猿ヶ番場山、山の上部は、大白びそなどの新葉樹林に覆われている、山頂手前から見た大笠山と、白川郷猿ヶ番場山からの白山、猿ヶ番場山からの老井ヶ岳と大笠山木雲山から、見た、白山、野野草寺山飛騨高地の最高峰であり、 三島三角点が山頂の 0.7km 西北西にある。西側には前衛方の木雲山がある。西側には小川を挟んで両城山地が退治している。一家の主な源流の河川は日本海側の富山へ流れる。北側に大野郡白川村と東河合町を結ぶ国道360号が通り北側の山腹を 東海北陸自動車道の比賀トンネルが貫いている。北西の山腹には宮谷林道などが敷設されている。ありがとうございます。